教区の皆さん、こんにちは。こんにちは。平和の使徒推進本部が送る教区代表者会議を知るの時間です。聞き手の竹内です。この番組は2021年11月23日に開催予定の2020教区代表者会議について、毎回ゲストをお呼びして教区の皆さんへ分かりやすくお伝えするものです。第1回目の今回は、白浜司教に聞く教区代表者会議開催の意義についてです。ゲストの白浜司教様です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。広島教区の多くの小教区や修道院では、高齢化により福音宣教に困難を感じる信者がおられるようですが、この教区代表者会議を通して、高齢者はどのように参与すればよいとお考えでしょうか。また同様に、いわゆる現役世代と呼ばれる20歳前後から60歳前後の人、青少年、在住外国籍の方もどのように会議に参加すればよいとお考えでしょうか。はい、今竹内さんがお尋ねになったことは、本当に切実なこの思いではないかと考えます。少子高齢化、また若者の皆さんが教会から足が遠く離れているということ、また外国籍の方々と私たちがどのように関わっているかということですね。いろんなことをこう考えてみたときに、どう取り組んでいけばいいのかとこう考えるわけですね。おそらくですね、いろんな答えがあると思うんですけれども、私は十分に今の竹内さんのですね、質問に答えることができないんですが、一つのポイントだけをですね、大事に見つめていただくことを、願っております。それはですね、先ほども述べたように、福音宣教の技は教会の魂である聖霊の働きであるということですね。聖霊に導かれて、キリストの神秘体である教会共同体に属している私たち一人一人に与えられている聖霊の賜物を識別するということです。お年寄りであっても、働き盛りの方であっても、青年であってもですね、小さな子供であっても、一人一人に聖霊の働きがあり、聖霊の賜物がある。高齢者の方々、20代前半から60代前半のいわば現役世代の方々、青少年、在日外国籍の方々、一人一人に聖霊が与えてくださっている賜物は何か、自分に与えられているタレントは何かということをですね、一人一人が立ち止まって考えていただけないかと、私は切実にこう願っています。教区代表者会議の準備の中で、それがどのような賜物か、それを考えていく中で、自分に与えられている聖霊の賜物は何かということをですね、考えることは、私に
命を与えてくださった神様を大事にすることではないでしょうか。そして私を大事にすること、そして自分の中に神様が与えてくださっている聖霊の賜物を他の人に差し出すということは、隣人を愛するということにつながっていくと思うんですね。本当に答えを出すのは難しいんですけれども、どんな年齢の方であっても、どんな国籍の方であっても、自分に与えられている聖霊の賜物、タレントが何なんだろうかということをですね、識別するという中で自分の命を、人生を大事にしてもらいたいと思うんですね。それが各自花開くためには、それを土の中に埋めておいたり、器の中に隠しておいたりするのではなくて、教皇フランシスコが教えてくださるように、出向いていって差し出すこと、その時に私たちの命が輝く、それが福音宣教であると、教皇様がですね、教えてくださっていることをですね、心に留めたいと思います。ありがとうございます。次回もお楽しみに。ありがとうございました。